はい、皆さんこんにちは、カジノ TV の太樹です。では今回も前回に引き続き6デックのブラックジャックの実践をやっていこうと思います。前回の前半、2週目の前半まだ見てない方は動画の説明欄に載っけておきますので、そちらから見てもらえると内容分かりやすいと思います。前回は1475ドルからスタートして1155ドルにちょっとですね300ドルほど負けてしまったので、後半で巻き返していこうと思います。では実践頑張っていきます。じゃあこれね、1155からスタートしていきます。まあ、前回のね続きなので50からいきましょう。ロンバベット12、9です。ヒットですね。17以上になるまでヒット、残念。21超えたら残念。20にしましょう。20にちょっとベッドダウン。ノーマーベッド15、厳しい。7です。もう本当ね、プレイヤーの15、16っていうのは本当に弱いんで、ヒット17以上になるまで、いやもうしょうがないですね。15、16でヒットしちゃうと負ける可能性本当高いです。ちょっとこれチェンジしてください。赤ください。5ドル、はい、20。ノーマーベット、エースピクチャー来い。9か19。ノーブラックジャックです。ステイ19。ステイディーラー、あーダメか。3連敗。10。ノーマーベット17。ディーラー5です。チャンス。ステイディーラーの4、5、6はチャンス。15。来い。21。はぁ21。4連敗。あ、10。4連敗。10来い。おしおし。いやマジか。くっそ、5連敗か。10ドル。3、12。6なんでね、ステイしていきます。ディラオープン、ディラ8。16。16、来い。19。かぁ。勝てない。何連敗？ 6 連敗？ 6？ ここで勝ちたい。15。ダメだよ。15ヒット。ヒットは15から22。勝てないらしい。勝てない。7連敗？ちょっとこれチェンジで。全部赤でいいです。くっそ、7連敗。そろそろ勝ちたい、マジで。勝たせて。どうもあるか。ピクチャー来い。18。よし、チャンス。9。いや。12。12。ピクチャー。ピクチャー。20。何連敗？ 8？ 分かんないな、もう分かんなくなってきた、何連敗したのか。もうやめてよ。5はヒット。15。厳しいよ。ヒット、ヒット15から18。18ステイ。ステイディーラー19。ああダメ、もうダメ、ああもうダメ。何連敗わかんないけど、8連敗くらいした。いや連敗してんのにベットアップしたくないな。でもね、ここはもう流れとか関係なく数学的に
もうチャンス、プレイヤーチャンスだと思ったら僕は張っていきます。50、ノーマーベット来い。15。いやー、ノーブランドじゃない。15。ちっちゃいの、ちっちゃいの。20。よし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 。リーダーオープン。リーダー12。15。15。ピクチャー21。ふざけてる。あー、ふざけてる。ふざけてるよ、マジで。増やすの、もう信じよう、己を信じて。ベッドアップ来い来い。14。おっしゃ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 、4はチャンス。4、リーダーオープン。リーダー14。ピクチャー16。来い。よっしゃ、よし、やっときた。何連敗したか分かんないけど、やっと、ほんとやってきた。よし、250。ここもう連敗したから、次連勝、連勝来る。連勝来ないと困る、むしろ。15。15。よし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 。ステイ、リーダー6。6か16。なんてこった。なんか21多くないですか。いや、ほんとにひどい。300。勝たせて、そろそろマジで。ペンカード、ピクチャー来い。ピクチャー12。いやー、12。9です。ヒット、ヒット。18。18。17以上なんです。ステイ。18。プッシュ。いやー、19じゃなかっただけいいか。300でいきましょう。ノーマーベット、ピクチャー来い。ピクチャー14。いやー、厳しいよ。7とか来い、7とか来い。全然来ない、全然来ません。300。300。ノーマーベット。2はね、14はステイです。ステイ。12。ピクチャーから。15。15。飛べ。おっしゃ、やっと来たよ、やっと。本当にやっと、もうやっと来た。300。もうこっからもう連勝したい。8です。厳しいよ。でも17以上なんでね。ステイして。おっしゃしゃしゃ、プッシュプッシュプッシュ。300。ノーマーベット。おし、やめろやめろ。よしよしよし。13から飛んでいい。16。飛べ。よし。怖い。いつまたあの連敗が来るかって思うと。でも300かけるよ。来い。なんかもう13とか14とか多い。15とか。ヒット。ヒット。早い早い早い。ピュッていってピュッて返ってた。もうどうせ負けんだろみたいな。ひどいよ、もう。300。300のマーベット。来い。よしよし、嬉しい、素直に。450。よっしゃ、300。いこう。ノーマーベット。うん、最後は、え、ごめんなさい、ブラックジャック。最後は18だから、ステイって言おうとしたらもう言う間もなくブラックジャックって。いきましょう、いきましょう。300。ノーマーベット。ノーブラックジャック。ステイ。リーダー19。よし、いったで。300。8。カットカード出た。ノーブラックジャックです。8。8以下は人。18。18。17以上はステイ。リーダー
17です。よし、1個勝ちということで、カップカードが出たので、ここでね、2周目は終わりになります。なので、じゃあ集計してみましょうか。これで1555ですね。1555ということは、この2周目の後半は、始めた時は1155だったので、400ドル勝ちですかね。400ドル勝ちになりました。やった。本当前半何連敗わかんないけど、ちょっと途中で頭真っ白になってね、数えられなかったですけど、多分ね、8、9、10連敗くらいしたと思うんですけど、そっからね、ちょっと巻き返して1555終わってみれば400ドル勝ちっていうことになりましたので、良かったと思います。ということで、まだこのね、チャレンジは続いていきます。3週目に移って、この1555からまたスタートして、これが増えるか減るか、こういう実践をしていこうと思いますので、ぜひ皆さんもご視聴よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。